さあ、夏の仙川劇場は若い芸術家を応援するイベントが多いんですよね。そうなんです。7月15、16日に行われた仙川劇場演劇コンクールは演劇を志す皆さんを応援するものだったんですが、ピアニストの皆さんを応援するためのものが高橋貴子プロデュース第6回仙川ピアノオーディションです。応募はすでに7月10日に締め切っていまして、はい、本選が8月27日に行われます。今日はですね、このオーディションの発案者でもあり選考委員長でもあるピアニストの高橋貴子さんにおいでいただいています。では高橋さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは高橋さんと仙川劇場のつながりはどんなものがあるんですか？はい、あのですね、ここだけの話なんですけれども、実は私仙川在住でして、はい、それでこの私の家のそばにこんな素晴らしい劇場ができて、であとは私東邦学園大学の出身なので、この仙川という土地がもう特別な、私たちにとってはなんか音楽の聖地のような場所なんですけれども、そこにこういう劇場ができたということですごく嬉しく、で本当にオープンして最初の方から、はい、こちらでコンサートもさせていただいたりしてました。今回 の、 そのオーディション、はい、どういった特色があるんでしょうか？そうですね、ここのオーディションを受けて、でここの劇場でデビューリサイタルを開いていただきたいというのがそもそもの考え方でして、はい、で他の普通のコンクールですとかオーディションですと入賞しても本当に10分15分ぐらいしか弾けないということがほとんどなんですけれども、うん、こちらでは最優秀賞に入ったら2時間のフルリサイタルをやっていただくという、それが一番の特徴かなと思います。それは受賞された方にとってはとても嬉しいですね。もう本当になかなか若い方にとってリサイタルをできるという機会はなかなかないと思うので、もうすごくそういう意味でももう珍しいオーディションじゃないかなと思います。なるほど、はい、過去5回行われてきたということですけれども、はい、感想としてはいかがですか？そうですね、まさかこうやってねちゃんと毎年毎年継続してできるとは思ってなかったんですけれども、回を重ねるごとにやはり出場されるコンテスタントの皆さんのレベルも上がってきて、もう回を重ねるごとにちょっと狭き門にものすごく厳しいオーディションになってきたなと感じてます。なるほど、はい、そのオーディションを受ける方はどういった条件の方が、はい、基本的には30歳までのピアニスト、若いピアニストということなんですけれども、多分国籍も問わない、はい、そして日本全国どこに住んでてもいいですし、ですから特にこれといった条件はないです。でただしその受かった時に2時間のフルリサイタルができる実力を持っている方ということになりますね。そうなんですね、はい、ちなみに昨年受賞された方はどういった方だったんですか？はいはい、ですね、昨年は最優秀がもう本当に審査がとても難しくって、お二人の方に最優秀賞という賞を与えることになったんですけれども、はい、それぞれ女性と男性のピアニストで、まだ二人とも大学生だったのかな、でとてもフレッシュな2人が弾いてくれました。なるほど、はい、その2時間のリサイタルをお聞きしていかがでしたか？いやもう感動的でしたね。若い方にとってその長く弾くという経験がなかなかないと思うので、その中でそのなんて言うんでしょう、自分の実力をしっかり発揮しようというそういう強い意気込みが感じられて、もうとてもフレッシュだったし感動したしっていう、なんか胸がいっぱいになりました。なるほど、ではそのオーディションからリサイタルまで、はい、今出場を考えている方もいると思いますが、そうですね、はいはい、ぜひ見ている方にメッセージをお願いします。はい、このコンクールはとにかく若い方を応援しようというそういう気持ちでやっているオーディションですので、どうか皆さん8月27日に、オーディションがありますので、お客様としても若い皆さんを応援していただきたいなと思うので、ぜひ仙川劇場の方に足を運んでください。はい、ぜひ皆さんに聞いていただきたいですね。はい、はい、
お待ちしております。お願いします。市民審査員として調布市在住在勤在学の18歳以上でオーディション当日すべての時間帯に参加できる方10名を募集しています。ご興味のある方はホームページをご覧になるか劇場にお問い合わせください。応募締め切りは7月31日です。また当日は一般観覧もできます。ぜひ皆様お越しください。